日本近畿地方和歌山県西室郡和歌山県西室郡の範囲西室郡は和歌山県の郡西無郡と表記される場合もある人口38,911人面積 432.8km 平方メートル人口密度89.9人経平方メートル以下の山頂を含む1879年に 行政区画として発足した当時の国域は以下の区域にあたる。1、港村2、西野谷村3、東西村4、新城村5、瀬戸沿山村6、下早村7、中早村8、上早村9、秋津川村10、万両村11、水村12、長野村13、栗津川村14、 二川村15、こ野村16、富里村17、三河村18、豊原村19、川添村20、大戸川村21、一、おの岬村22、二、富じ橋村二十23、有田村二十四、24、田波村二十五、和25、わふかむら26、こうじ佐う村二27、すさみ二十28、三、前村三十29.3、30、 東戸田村31、西戸田村32、南戸田村33、北戸田村34、生駒村35、長来村36、一ノ瀬村37、相川村38、田辺城39、下秋津村40、上秋津村41、串本村42、岩田村。ありがとうございます。